平成最後のコクレイディオパワーードバイス忍宮グループ平成最後の恋愛必勝法はいリスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集しております、うん、ちなみに実際にあった恋愛必勝法でも、うん、妄想の恋愛必勝法でも構いません、うん、台本通りクソみたいな必勝法は敵にします <laughs>、うん、お気を付けください <laughs> ということで <laughs> はい おはがきが届いておりますので。届いておりますよ。ミみりちゃん、お願いしますさせてください。ペンネーム、小原が好みさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。僕の考えた恋愛必勝法は、まず好きな子を、一緒に洋服を買いに行こう、と誘います。いきなり食事に誘うよりは、女の子の警戒心も弱いと思います。誘うときに、 ジェットコースターに乗るかもしれないから、身長制限に引っかかるといけないから、ヒールの靴を履いてきて、<laughs> と言います。当日お店で、この洋服、似合うと思うようん、うん、試着してみなよ、と促します。うん、その子が靴を脱いで、うん、試着室に入ったら、 その子の靴のヒールをへし折ります。へし折ります。へし折ります。<laughs> うん、そうすればその子は歩いて帰れません。しゃあねえな、家まで送るよとその子をおぶって家まで送り届けることができます。家までずっと密着するわけですから、その子も自分のことを意識するようになること、間違いなしですあ、よくもコウラさんだって落とせますねえ、コウラさん <laughs> ああ怖い。とうとう、こういうのが届くようになったんだね。っえっと、 あのね。わかっちゃった。誰ペンネーム、小原が好みさんね。ね。住所特定されたよ。この人の住所はどこなのかなえっと、この方の住所も私は知りたくもありません。はい。そうですね。恋愛衣洋服を買いに行こうというところまではいいと思う。うん。あの、食事に誘うよりはね。そうだね。確かに警戒心はね、弱まると思うよ。うん。で、誘う時にジェットコースター乗るかもしれないから、 っていうのはちょっとわからないん、ね。あ、動き満々だよね。全然遊びに行こうっていうのは、女子は嬉しいと思うから、全然いいと思うんだけれども。うん,うん、うんとね、えーっとね、ちょっと… ねょっとね、ゾッとするね。で、ペンネームで小原が好みの時点で私はちょっと嫌な予感がしたんですよ。うん、で、うーん、そうだな。うん、ヒールを履いてきてって言われたとしても、うんうん、私普段友達と遊びに行ったり、まあ家族で会うこともあるんだけれども、うん、そういう時は基本的にヒールだと相手に迷惑をかけるかなと思うし、楽ちんだからスニーカーを履くんですね。うん、だからね、この人とデートすることはないし、うん、万が一家に入ってきてってもう、あの、ずっと,とばしてやるよ部屋に入ってきた <laughs> マジであの、私の、あれだね、温かいファンの人へ喧嘩を売っているね。<あ>許さないと <laughs> いうことで、この人の名前。<laughs> 自分の名前っていうことで、言いづらいんですけれども、<laughs> 小原が好みさんは、えー、っと、うん、予備軍ですね。予備軍小原が好みさんは出禁です。出禁 <laughs> になっちゃった。<laughs> 一歩手前、まあ、慈悲はねえよな。<laughs> かぐや様が言うからね。では、続いて。 こちらも反省文ですね。はい。ペンネーム、小原が好みさんから頂きました。あ,あ、もう嫌です <laughs> えー、反省文、小賀様、小原様、この度は大変申し訳ありませんでした。そうね。出禁になったこともあり、読まれませんでしたが。 小原様の胸をディスる内容のメールを送ってしまい申し訳ありませんでした。あ、別にそこは構いませんよ。小原さんの胸があれなのは周知のことなので、うるさいない。今更言うことではありませんでしたね。<laughs> 小原さんの胸。 十八の実質 <laughs> ってやつですね。というまあなんかうんまあこの先読んでも特に特にな感じですね。はい。なるほど。うん、そうですね。この方は前回あのどういう風にデートをした方がいいかっていう内容で、あのヒールをへし折ってその子をお姫様抱っこしそのまま家に忍び込もうぜっていう人だったと思うんですよ。<laughs> <laughs> こんなことをしたらね、大変だから。はい、ダメっていう話をしたんですが。うん、そうですか。小原が好みなのくせに、私に喧嘩を売っているんですね。<laughs> はあなるほど。ちょっとこれは考えさせていただいて、後で判定したいと思います。そして、ペンネーム、小原が好みさん。この方はお話になりません。え,えーっと、<laughs> ーん、どうしようかな。この方今、どれぐらいの段位というか、9位なんですかね。 できんか、そうか、できんか。うんできんなんですね、で、うううは、反省文、あ、そう,かそうか、反省文。でも、全然反省してる様子ないんですよね。そう。煽ってますよ。そうですね、わ、はい、かりました。先生、これ、どうします。できんのままで。はい、ただ、イベントに来た際は、あの。 しもしかしたら、はい、女性のお客様がいらっしゃってるかもしれません。うん、その方のヒールをへし折れになって行動を見かけたら、私は、あの、石上くん並みにハリセンでぶっ倒しますよ。<laughs> よろしくお願いしますね。<laughs>